今回はボーア戦争について語っていこうと思います。以前の動画で紹介したズールー戦争とほぼ同時期なんだな。ズールー戦争が1879年、第一次ボーア戦争が1880年だからね。どちらの戦争も動画で紹介するグレート・トレックと呼ばれるボーア人の大量移住によって起きた原住諸部族との圧力とイギリスの思惑が原因となっているよ。第一次ボーア戦争の時代背景から説明するね。17世紀頃からケープ植民地に入植していたオランダ系移民の子孫であるボーア人は、アフリカ南部の支配権をめぐってイギリスと対立していました。1835年以降、イギリスに反発するボーア人12000人、14000人がオレンジ川を越えてグレート・トレックと呼ばれる大移住を開始。彼らはフォール・トレッカーズを自称したんだぜ。内陸に留まる者もいれば、さらに北を目指す者や海を求めて東へ向かった者もいました。東に向かった者たちはズールー族と衝突、ズールー族の駆逐に成功しナタール共和国を建国しますが、ボーア人の独立を良しとしなかったイギリスの介入もあり、4年後の1843年に消滅します。1852年北に向かった者たちはトランスブアール共和国を建国。ついで1854年には内陸に留まった者たちがオレンジ自由国を建国。どちらも内陸であり占領するメリットがなかったことから、イギリスは両国を承認します。しかし1860年以降、トランスブアール東部で金鉱が、オレンジ自由国ではダイヤモンド鉱山が発見されると、イギリス系白人の鉱山技師がケープ植民地より流入。イギリスはこの鉱山技師たちを保護する名目でオレンジ自由国を領有化します。これらの鉱山を独占し、巨万の富を得たのが後の1894年ケープ植民地首相に就任したセシル・ローズだな。一方でトランスブアール共和国は再び海を求めてズールー王国方面に進出を計画するも、イギリスはこの動きを警戒、トランスブアール共和国の併合を宣言します。これに対抗したトランスブアール共和国はポール・クルーガーを司令官とし、イギリスに宣戦を布告。ここに第一次ボーア戦争、別名トランスブアール戦争が始まります。いくつかの戦闘でトランスブアール共和国はイギリスに圧勝、最終的にトランスブアール共和国の勝利に終わります。イギリスはトランスブアール共和国の独立を再度承認することとなり、大国としての面目は丸つぶれとなります。第二次ボーア戦争の時代背景。1886年にトランスブアール共和国でさらに豊富な金鉱が発見されたことで、ケープ植民地のイギリス系鉱山技師数千人が鉱山近くに殺到します。トランスブアール共和国、オレンジ自由国は移住してきた彼らに投票権を与えず、金産業に対しても重税を課したため、外国人やイギリス系鉱山師からボーア人政府打倒の機運が高まります。これらイギリス人に対する不平等な待遇はケープ植民地への軍事力の増強を正当化する口実として用いられ、1899年9月イギリスの植民地総ジョゼフ・チェンバレンはトランスブアール共和国に対し最後通告を送り、トランスブアール共和国の大統領クルーガーもまたチェンバレンに対して最後通告を送ります。1899年10月12日戦線が布告され、イギリスとトランスブアール共和国、オレンジ自由国は戦争状態となります。当初はトランスブアール共和国、オレンジ自由国が優勢で、特にイギリスにおいて暗黒の1週間と言われた12月12日から12月15日は各戦線でイギリス軍を大いに破ります。しかし翌1909年2月14日にイギリスに増援が到着、同月にマフィケン部を解放したことから勢いづき、3月13日にはオレンジ自由国の首都ブルームフォンテインが、6月5日にはトランスブアール共和国の首都プレトリアが陥落します。両国の首都陥落後もゲリラ戦を展開しますが、イギリスが強制収容所と焦土作戦を展開したことにより徐々に弱体化。1902年5月にボーア人勢力は降伏し、フェリーニヒング条約を締結、両国はイギリスに併合され消滅します。ボーア戦争に関する人物の紹介。ナタール共和国、アンドリース・プレトリウス。ナタール共和国の初代にして最後の総理大臣、ケープ植民地入植者の子孫でグレート・トレックの指導者の一人。ズールー族との戦闘であったブラッド・リバーの戦いで活躍、総理大臣に選出されるも、建国時の混乱に対処することができず、イギリスに攻められナタール共和国は消滅します。トランスブアール共和国、ポール・クルーガー。第1次ボーア戦争では副大統領と軍司令、第2次ボーア戦争では大統領を務める。
第一次、ボア戦争では体制の、整わないイギリス軍に対して、有利に進め、1881年2月27日の、マジュバの戦いで決定的勝利を、収めたことで同年8月プレトリア講和条約を、締結。トランスブアール共和国の、独立を維持しました。第二次、ボア戦争では大統領として、戦闘に臨むも兵力を、増強したイギリス軍に、敗北、首都プレトリアが、陥落し国外逃亡を、余儀なくされます。その後ヨーロッパ諸国へボア人の、窮状を訴え支援を、求めるも得られず1902年には、スイスへ亡命、同地で亡くなります。ペトルス、ヤコブス、ジュベイル。第一次、第二次ボア戦争を、通じてトランスブアール共和国軍最高司令官。フランス系ユグノーの子孫で、幼い頃に孤児となるも、東トランスブアールで、農業をはじめ成功を、収めます。法律の勉強もはじめ、農業、法務に、明るいこともあり国会議員に、選出、頭角を現します。三党政治体制の一人として、イギリスへの徹底抗戦を、表明。第一次、ボア戦争では最高司令官として、前線、各地イギリス軍を、撃破し共和国の独立を、守り切ります。第二次ボア戦争では腹膜炎のため開戦の、翌年1900年に、プレトリアで亡くなります。ニコラス、ヤコブス、スミット。第一次ボア戦争では中尉として、ジュベイル騎下の部隊を率いる。シャインスホーフタの戦いでは彼の、200人の部下が悪天候の、中、3倍以上のイギリス軍を、相手に前線し進軍を、阻止、マジュバヒルの戦いでも、リーダーシップを発揮し勝利に、貢献しました。1888年に、トランスブアール共和国副大統領に、選出、1896年に、亡くなるまで務めました。ルイス・ボータ、トランスブアール共和国の、国会議員。第二次ボア戦争では北ナタールを、前線、コレンソの戦いや、スピオン、コップの戦いで、イギリス軍を破って名を挙げました。ジュベイルの死後、最高司令官となりイギリス軍と、戦います。1899年の、イギリス軍装甲列車襲撃では、従軍記者として、イギリス軍と行動を共にしていた後の、イギリス首相ウィンストン、チャーチルを、捕らえます。首都陥落後はゲリラ戦術を、展開、ボア人の人口以上の、イギリス軍を相手に2年間持ちこたえました。1910年には、南アフリカ連邦の成立に、奔走、初代首相に、就任します。ピート・グロンジェ。第一次、第二次ボア戦争で活躍した将軍の一人、黒ひげを蓄えた独特の、風貌で勇猛果敢な人物でした。序盤はイギリス軍を苦しめますが、パールデンベルクの戦いで、敗退。イギリス軍はこの勝利を、きっかけに持ち直しオレンジ自由国と、トランスブアール共和国の、首都へ進軍します。コーズ、デ、ラ、レイ。第二次ボア戦争で有名を、馳せた将軍。クレイパンの戦い、グラスパンの戦い、モダー川の戦いなどで、イギリス軍を破ります。首都陥落後はゲリラ戦を、主導し2年間戦い抜きます。周囲も認める騎士道精神の持ち主で、V ボッシュの戦いでは捕獲したイギリス軍使用校メシュウエン卿が、重傷を負っていたため馬車を、手配しイギリス系の病院へ搬送させます。ヤン、クリスティアン、スマッツ。第二次ボア戦争時の司法長官で、イギリスへの最後通牒を、寄贈。首都陥落後もヘルツォーク、ボータ、デ、ラ、レイラと、交戦を続けます。戦後はトランスブアール植民地の、指導者となり4植民地が、合流してできた南アフリカ連邦の、ボータ内閣ではない層と、国防層を兼任します。1919年と、1939年には、首相も2度務めます。オレンジ自由国、マルティヌス、テウニス、スタイン。オレンジ自由国第6代にして、最後の大統領。終戦後のフェリーニヒング条約締結の、バニ病のため出席できず、署名はジェームズ、バリー、ミューニック、ヘルツォークが、代わりに行います。クリスティアン、ルドルフ、デ、ウェット。オレンジ自由国の最高司令官。敗戦の色が濃くなった1899年2月27日に、最高司令官に就任。同年3月13日に、首都進軍を図るイギリス軍を、阻止すべく交戦するも敗退。ゲリラ戦ではイギリス軍に、ボア人で最も手強いリーダーとして、認識されることになります。ジェームズ、バリー、ミューニック、ヘルツォーク、オレンジ自由国軍副司令官。ゲリラ戦によって名声を得ました。和平には不服だったものの、大統領に代わってフェリーニヒング条約に、署名。戦後は南アフリカを主権国家とするため奔走し、1931年のウェストミンスター憲章で、自治国から独立国に1934年の連邦地方で主権国家としての地位を確立します。ケープ植民地、セシル、ジョン、ローズ。
って、ビアス鉱山会社を設立、オレンジ自由国で発見されたダイヤモンド鉱床と、トランスブアール共和国で発見された金鉱床を独占し南アフリカの鉱山王となる。1894年には、ケープ植民地首相に就任、グレン・グレイ法を制定します。この法はアパルトヘイトの原型とも言われています。イギリス帝国、ジョージ・ポメロイ・コリー少将。第一次ボア戦争でのイギリス軍の指揮官。開戦直後の混乱の最中、各地で包囲された友軍を救出するべく軍を派遣するもことごとく、敗戦。1881年2月27日のマジュバヒルの戦いでは遠距離攻撃と三兵戦術を得意とするボア人に翻弄され敗北。自身も頭部に銃弾を受け即死します。この敗北は第一次ボア戦争の決定的な敗北となり3月23日にプレトリア協定が締結されることになります。イギリス軍の軍事史上最も屈辱的な敗北の一つと数えられています。ジョゼフ・チェンバレン。第二次ボア戦争時のイギリス植民地大臣。トランスブアール共和国とオレンジ自由国の併合を目論み、新聞などを利用して両国を挑発し最後通牒を出させようと画策します。トランスブアール共和国大統領のポール・クリューガーは挑発に耐えかね、1899年10月9日に最後通牒を発し両国は開戦に至ります。ウィリアム・フォーブス・ガタクレイ卿。イギリス陸軍第3師団の指揮官。1899年の12月10日から15日は暗黒の1週間と呼ばれ、そのうちの12月10日ストームベルクの戦いでは第3師団の指揮官として鉄道のダッシュを敢行するも、2250名のうち26名が死亡、68名が負傷、696名が捕虜となる大損害を被ります。当時のイギリス軍では歩兵は密集した応対陣形を組攻撃前進するスタイルでしたが、ボア軍は騎乗歩兵を主体とし茂みや起伏を利用した三兵戦術を取っており、イギリス軍は苦戦。また閃光色の派手な軍服は格好の標的になりました。ポール・サンフォード・メシュエン。イギリス陸軍第1師団の指揮官。12月11日のマゲルスフォンテインの戦いではボア軍の軍事教則にとらわれない戦術をまともに受け、14,964 人のうち948人の死傷者を出し、自身も重傷を負いますが、ボア軍で、ラ・レイにより病院へ拘送、1名を取り留めます。レッドブアーズ・ブラー。第二次ボア戦争でのイギリス軍司令官。暗黒の1週間の最後に行われたコレソーの戦いに参加。16,700 人を有数イギリス軍が半数にも満たないボア連合軍 4,500 人に大敗、1,200 人近い死傷者を出す結果となり、この敗北により司令官を解任されます。フレデリック・スレイ・ロバーツ。解任されたレッドブアーズに代わってイギリス軍司令官を務める。大規模の援軍を伴ってケープタウンに上陸。連敗していたイギリス軍を立て直し、パールデベルクの戦いでボア連合軍を大いに打ち破り、クロンジェ将軍と4000人の兵士を捕虜にします。この戦闘によりボア軍は弱体化、以後はイギリス軍が有利に進めることとなります。ウィンストン、レナード、スペンサー、チャーチル。後のイギリス首相、当時はモーニング、ポスト社の特派員として戦地に赴く。1899年11月15日走行列車に搭乗していたサイニルイス・ボータ率いるボア軍が来襲。列車は脱線し、チャーチルも捕虜になりますが、当初チャーチルは民間人であったことからすぐ釈放されると考えていました。しかし英字新聞が先のマフディ戦争での活躍をチャーチル注意の勇気ある行動と題して掲載したことから、事態は一転、戦争放棄違反による銃殺の可能性が浮上します。12月12日に便所の窓から脱走し、現地人の協力もあってモザンピークのイギリス領事館にたどり着き、ごとなきを得ました。ロバート・ベイデン・パウエル。マフィケン部の守備隊長。8000名以上のボア軍に包囲されるも、800名の守備隊で217日間耐え抜き、町の解放に寄与します。この戦いの最中、町の少年を石膏や伝令として徴用、その訓練法や教則本が後のボーイスカウトの始まりとなります。戦闘に関する写真の紹介。第一次ボア戦争時、プレトリア郊外に滞在していたイギリス第21連隊、1877年に南アフリカのプレトリアにあるマーケットストリートを行進しているイギリス軍。イギリス軍が接収したリバークラス客船、第一次ボア戦争でインド軍をトランスブアールへ輸送する任務に就く。
ボア軍に従軍した兵士の年齢は青年から老年まで幅広く民兵部隊に等しかったことから特定の編成を持っておらず、壮年が主体で軍律が徹底されたイギリス軍とは対照的。またイギリス軍は前述の通り閃光色の派手な軍装でしたが、ボア軍はカーキなど地味な作業服であったため、地形によく馴染み戦闘を有利に進める一因となる。マゲルスフォンテインの戦いでボア軍によって破壊された橋をイギリス軍が船橋を建設。同戦闘でイギリス軍のロイヤルエンジニアによって準備された観測気球、砲撃の観測と誘導に使用された。1899年11月のモダー川の戦いで砲撃中の艦砲、トランスブアール共和国内にあったスカンジナビア義勇軍114名で構成され、内訳は46人がスウェーデン、13人がノルウェー、24人がデンマーク、18人がフィンランド、7人がドイツ、4人がオランダ、1人がロシア、1人がイタリア。第二次ボア戦争ではスカンジナビア義勇軍以外にも7400名の義勇兵が参加しており、国籍もオランダ、ドイツ、フランス、ポーランド、ロシアなど様々だった。12月15日コレソーの戦いでも使用された 4.7 インチ砲。後任の司令官ロバーツ卿がケープタウンへ到着。ロバーツ卿はボブの愛称で親しまれ、また尊敬されている将軍の一人です。ジョン、フレンチ少将と騎兵隊が包囲されたキンバリー救援に向かう様子。ブアール、グランツの戦いで QF4.7 インチ艦砲を扱うイギリス軍。イギリス軍ロバーツ卿がボア軍クロニエ将軍からの降伏の申し出を受託した際の写真。これにより、開戦当初から包囲されていたマフィケングは解放され、敗戦続きだったイギリス軍の戦意を大いに高揚させることになります。マフィケング包囲戦中の青年たち、石膏と伝令として徴用され、訓練砲や教則砲が後のボーイスカウトの基礎となる。5インチ艦砲を牽引する蒸気トラクター。従来の馬やロバに代わって、蒸気機関や鉄道を使った大型物資あるいは大規模人員の輸送が行われ、始めました。貨車に搭載された6インチ艦砲。ボア軍は頻繁に鉄道を襲撃したため、こういった走行列車で主要線路のパトロールを行いました。この写真は第1師団の信号部隊長本、エドワード・ダグラス・ロック・チューイが撮影したものです。サーチライトを搭載した走行列車。サーチライトは敵を捕捉するのではなく、夜間でも線路を修復、修理するために使用されました。この写真は王立工兵連隊が撮影したものです。ロングセシル、1900年のキンバリー包囲戦中に、デビアスの工房で製造されたイギリスの砲。先にも色々と掲載していますが、ボア戦争では様々な種類の砲が投入されています。グリップドリフトでの勝利のニュースを送るイギリスのフィールドテレグラファー。ボア戦争は電信と野戦電話が広範囲で使用できるようになっており、勝利のニュースをいち早く送るため記者は粗末なテントで野営していました。列車を使って前線に向かうイギリス軍兵士。キンバリーにおいてヘリオグラフを使う兵士。ヘリオグラフは光の明滅で発光信号をやり取りするための装置で、この先が安全であることを確認しています。プレトリアの駅で後続を待つイギリス軍兵士たち。これらの3枚の写真はステレオ写真と呼ばれる方式で撮影されたものです。溶岩視差を利用して立体視を行うためのもので19世紀前半に発明されました。1900年6月頃から展開された強制収容キャンプと焦土作戦の写真。強制収容所に収容されたアフリカーナーの女性と子供、難民となったボア人家族、ボア人が経営する農場の爆破準備をする王立工兵連隊、焼き払われたボア人の家と呆然とするボア人。これらの政策は逆効果で、イギリス本国でも国際的にも批判が巻き起こりました。軍から文民当局へ管理が引き継がれたことから待遇は改善しましたが、2万8000人のボア人、主に女性と子供たち、そして黒人アフリカ人が亡くなりました。1902年5月にゲリラ戦を展開していたボア人は降伏。フェリーニヒング条約が締結され、トランスブアール共和国、オレンジ自由国の消滅が決定します。それぞれトランスブアール植民地とオレンジ川植民地となりますが、1910年にケープ植民地とナタール植民地の4植民地が統合され、南アフリカ連邦が発足、それぞれが州として行政区分されます。以上でボア戦争の解説を終わります。ズールー戦争と同時期に行われた戦争でしたが、ボア戦争の方が写真が多く残されていました。ただキャプションのある写真では王立工兵連隊や従軍士官の撮影したものが多く、民間スタジオが撮影したものは少なく感じました。次回は1877年のロド戦争を予定しています。視聴ありがとうございました。
よかったらチャンネル登録よろしく、お願いします。